デストロイヤーでございます。今日はですね、八幡平のアスピーテラインに行こうと思ってるんですけど、普通にね仙台から4号線登ってって、岩手に突入してもねあんまり面白くないなってことで、秋田側から入っていこうかなと思うんですけども、秋田といえばね、秋田杉、秋田小町、佐々木希、旦那の方が余計なことやらかして、ちょっとねかわいそうなことになってますけど、どんだけショックだったかね。今現在ですね、もうすでに秋田に入っててですね、もうあと数十キロで田沢湖着くんじゃないかなって感じのところなんですけどね、田沢湖よりももっと上に行かなきゃないんで、まあ結構きついっちゃきついんですよね。あっとウインカー出しっぱなしだった。片道250キロ、往復まあ500キロぐらいになると思うんですけど、それを下道で行くってなるとね、やっぱまあ十何時間走んなきゃないんですけど、そのうち実際ね、元ブログで使えるのなんてね、まあ5分10分距離にすると 2,3 キロぐらいになるんで、まあちょっと悲しいっちゃ悲しいんだけど、県内ツーリングばっかり行っててね、ちょっとねコロナで精神的にねなまっちょろくなってしまったんで、もう一回自分に気合い入れるために、今日は下道500キロ、これで行ってみたいと思います。よろしくお願いします。これどっちだろうね、これなんか走ってる位置はねいまいちよくわかんないんだけど、まあ合ってんだろうこれで田沢湖通り過ぎてもっと上に行けばね、あるはずなんで。秋田名物ババヘラアイス、あのババアがあのヘラでねアイスをよそってくれるっていう理由でね、ババヘラアイスって続いてますけど、多分ババアじゃないんですよね、ババなんですよね、ババ、あの愛嬌のある方のね、ババなんですよね、ババアじゃないですよね、ババアだったらとてつもなくなんかね失礼なジジイとババアね、ジジイとババアではないですよね。こういうさ山がド迫力だぜとかってさ、元ブログで言っても絶対伝わらないんだよねこれ。あのカメラのせいでやっぱりね、伝わりにくいんだよね。一番嫌なのがこんだけ俺家7時に出て5、6時間かけて行ってさ、雨とかあと視界不良、それが本当に一番嫌だね、辛いねまた来りゃいいじゃんって、まあ県内だったらそう思えるけどさ、片道250とか300キロかけてさ来てさ、本当に天気悪い、最悪なんだよね結構。まあ別に元ブログのためだけに走ってるわけじゃねえからさ、まあ走るために走ってっからそれはそれでいいんだけど、俺も自由なんだけどさ、まあ、どうせ来てこうやって撮影するからにはさ、やっぱみんなに天気いいとこ見てもらいたいよね。そうなるとさ結構、最悪な時がたまにある。この前の蔵王エコーラインもだしさ、今日結構ね皆さんからね八重したりねもらったり、もちろん俺もやり返しますけど、やっぱこう緊急事態宣言完全に明けたって感じで、天気もいいしね、皆さんテンション上がってんじゃないですかね。なんかねちょっとやってみるか。はいどうするえ、何みたいな顔されたんだけど俺。いや全然アスピーテラインと関係ないんだけど、今田沢湖のねちょっと上ら辺にいるんですけどね、このブルーの湖なんすかねこれ超綺麗ですね。あ、皆さんなんかこれ写真撮ってんじゃないこの湖もしかして。俺は立ち乗りで行くか。なんか水没してるぞ水が。超透明度高えよこれ。
やべえこれ、さっきの青い水の正体はこれか。玉川ダムっていうダムですね。おー、まあこの辺って多分いろんな鉱物からのね成分が出てきてるんで、その色がね変わっちゃうっていう現象が起きるのかもしれないですね。玉川温泉で強酸性で有名ですからね。意外とね晴れてきたよこれ。見て、やべ虫がすげえな虫が来ましたよアスピーテライン。八幡平山頂16キロ、それではね行ってみたいと思います。イエーイ。結構憧れの道路だったからね、ヴィーナスラインと一緒で。まあヴィーナスラインもそのうち行ってみたいなと思うけど、ここもなかなか遠い上にね、冬になると通行止めになるラインだから、なかなかね行く機会がなくてね、ちょっと憧れの道路だったんだけど、ようやく来ることができましたね。まあこの辺はまだ森林浴そんな感じですね。あんまり初めての道路で、ね、調子に乗って、うわ舗装はあんまり良くないかもね。ちょっと傷んでるね舗装は。この手の感じはエコーラインとかと似てますね。ヘアピンカーブ1個曲がるごとにね、標高が高くなってくるっていう。おお結構いいっすね。いや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 、いいぞこれは。ちなみにね本当に正真正銘俺スピーテライン初体験なんで、ちょっとね見どころとかをね見落とす可能性もあるんですけどね。崖っぷちギリギリのラインじゃなくてね、森の中走ってるんで、完全にもうちょっとこうオープンスペース欲しいですね。でもまあここ国立公園だから多分勝手に木一本すら切れないですからね、ちょっと難しいかもしれないですね。走れるね。でもこれすげーわー、いいよねこういうシーン。なんか脇見は良くないけど脇見したい脇見は良くないけど脇見したい。うわーなんじゃいこりゃ。最高じゃないかい。おお、なんか開けてきたな。なんだこれは。おいおお、すごいぜいこれも。ちょっと。なんかこれドローンいらないね。ドローンの映像もねちょっと撮ったんだけど、もしかしてドローンいらないかも。
いやー素晴らしいわ。もうありがとうアスピーテラインよ。いい道でした。あーすごい。あー盛岡左で38キロ。おし OK。 いやーようやくね、自宅近くまで帰ってきましたよ。約14時間ですか。今日ねちょっと思いつきでね出たんでね、朝結構遅かったんですよね。それで結構ね、遅くなってしまったというわけでございますね。去年アスピーテラインね初めて行ったんですけどね、最高でしたね。あれはねまた行きたいっすわ。というわけで、今日もね日帰り下道500キロツーリングでした。今日はねもう疲れたんで帰って風呂入って編集とかは一切しないでね。もう寝たいと思いますね。デストロイヤーでした。ご視聴ありがとうございます。おやすみー。